知らないということがそこにあるっていうこと、知りたくてしょうがなくなる。臨床に即した臨床の書籍がないということに気づいて、もっと子として世の中の方と接したい。親は喜んでくれて、我が子に誇れる生き方、これに間違いはないんじゃない、ターニングポイントじゃないか。運動と医学の出版社代表の園部俊治です。本日は医療人経営者だから描ける未来への展望というテーマで、私が経営者として尊敬している株式会社 P3 代表取締役の中村直人先生をお招きしました。私も現役の理学療法士なんですが、出版社を含む複数の会社を経営させていただいているので、今回は私とそして中村先生の2人で医療者だからこそできる社会への貢献についてお話しできればと思っています。中村直人先生を紹介させていただくと、理学療法士でありながらヨガ・ピラティスのインストラクターであり、多角的に予防医療を取り組んでおられます。また予防運動研究会を立ち上げ、理学療法士の知識を生かした運動による予防医療を発展させています。著書も非常に多くて、なんと20冊以上も著書があります。今後さらにご活躍が期待される注目の医療人経営者です。それでは中村直人先生、よろしくお願いいたします。お願いします。病院で12年間僕は病院とあと介護保険の、いたんですけども、その中でその、急性期から、在宅も非常勤でやってましたので、訪問もやってましたし、デイサービスもやっていて、比較的広い範囲で、理学療法士の仕事っていうものをこう経験してきてですね、その中でこう出会って、患者さんとして出会ってるわけですけども、この出会ってる患者さんともっと前に、病院よりも前に出会っていたら、こういうふうにならないようにもっと僕は助言できたんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。でそれでこれをじゃあ僕はこれずっと病院にいたら、そういうふうにここに来なくても良くなるっていう方法を広めることができないと思ったんですね。やはり病院は医師の指示のもとに動くっていうことですし、病院を背負ってるわけですから、僕個人という関係ではなくて、何々病院の理学療法士という形でしか当然接することができないんですね。そこでこれは病院という形ではなくて、自分というもっと子として、患者さん、それから世の中の方と接したいというふうに思ったんです。でその時に、どういう方法があるかって考えた時に、実は病院とかに勤務しながらヨガのインストラクターを始めてたんです。もうその時すでに始めてたわけですね。そうなんです、それでヨガのクラスとかやるとですね、OL さんがいらっしゃったりとか、本当に一般の方がいらっしゃるんですよね。で一般の方がいらっしゃっていて、でそこで先生、理学療法士ですよねっていう、やっぱりどっかにこう書いてあるので、それで実はここがちょっと痛いんですっていう相談を受けるようになるんです。それで、でもここはヨガのスタジオなので、その何か助言をするとか治療するってことはできないですよっていう形で、何かこうここにニードはあるのに、こうできないまた自分がいるわけですね。病院では何々病院とかの理学療法士で、そこは治療はできますけど、そういう方たちと出会う場所ではない。で片やじゃあヨガスタジオになると、そこにニードは見えるんですけど、そこで理学療法士としては今度は関わることができない。ここのこう狭間でどうしようと思ってですね、それでそっかと、じゃあ自分がスタジオを立ち上げて、で僕研修とかでアメリカとか行ってましたので、理学療法士が向こうだと介護権ありますので、それでピラティスのインストラクターを雇ったりとか、ピラティススタジオに理学療法士が雇われたりって結構普通なんですね。なるほど。でそれをあっと思い出して、じゃあ日本ではあんまりないけど、日本でもピラティススタジオだけど、いわゆるプライベートパーソナルレッスンとして理学療法士の資格のある人のコンディショニングが受けられますよっていう形ならできると思ったんです。なるほど。それを具現化するために独立をしたと。園部先生はどうだったんですか？僕の場合ですね、何がきっかけかというと、一番大きかったのは、自分がセミナーたくさんやってて、そこでアンケート調査をするようになったんですよね。
で、その時に、まあ、あなたが一番こう注目する臨床家は誰ですか、あなたが一番今まで学んで、本当にためになった、セラピストは誰ですかっていう質問をした時に、実はそこで並んだ1番から10、まあ、10番までのその各先生ですね、先生の実は単著が1冊もなかったんですよ。そこに並んだ人たちにね、まあ、例えば、まあ、今はその人たち、多くは今単著が出てますけど、その当時は例えば入谷先生ももちろん名前入ってましたけど、入谷先生も単著なかったし、例えばですね、でこれはいかんなと、じゃあ誰が書いてるかって言ったら学校の教員が書いてるわけですよ、でこれ学校の教員書いてるって僕何も否定ないですよ、今。だけど、まあ、実態として臨床をやってない人たちが書いてるわけだから、だから本当の理学療法士の世界で臨床に即した臨床の書籍が実はないという気づいたんですね、まあ、1冊もないわけじゃないけど、その時に、あ、本当に臨床家が書いた臨床の現場で役立つ臨床の書籍を作りたいなっていう思いがそこで浮かんで、まあ、今思うと無謀ですよね。何にも出版社の知識がないのに。出版社もすごいですよね。すごいことでしょうね。出版社も、だけど、まあそこで、まあすごい投資額ですよね。しかも出版社作るとなると。だけど、まあなんで自分でそこまでやったのか今思うとわからないんだけど、それで、まあそういう書籍が必要だと思ったし、これは社会に大きく貢献できるなということで、出版社を、ちょうど12年前ですね。2009年かに立ち上げたっていうのがこの経緯ですね。うわ普通はなんかこう全く違う畑じゃないですか、ね、まだ僕の場合だったらスタジオっていうとちょっと関係性ありますけど、出版社っていう、そうですね、それすごいですよ、まあね、でもすごく良かったと思うのは、やっぱり出版社を持っているということはすごくこういろんなことに影響力を持っているっていうことが分かりましたよね、で今こうやって12年やってもすごい我々が持ってる資産もたくさんあるし、資産というのはそういう知識の資産ですね、まあ出版物がそのまま知識の宝庫になるから、そういうのも含めて、であとは著者との関係、セミナーをやって講師との関係、これがやっぱり出版社をやったことによって普通の企業ではちょっとなかなか得られないものもたくさん得られたというので良かったなと思います。勉強どうされたんですか、立ち上げる、出版を立ち上げる、出版の立ち上げる勉強はもう本当に独学で、その経営に対する勉強と、あとは執筆ですね、執筆にやっぱり書けない、自分が書けなければ直せないと思ったので、その執筆に対する勉強を、あの当時は僕本を年間200冊以上読んでたので、だからとにかく徹底して勉強をしてやりました。あの当時はね。今はそんな時間ないです。はい、僕がまあ独立した時には個人事業主という形で独立してますので、まあ、一般的に言うと、まあ、フリーのインストラクターという形でまあ独立したんですね。で、1年、2年、だったかだと思いますけど、2年目に入った時ですかね、少しずつまあ事業というかが大きくなっていってですね、まあ普通のクラスとかプライベートだけではなくて講座をやるようになったんですね。でそうすると、その講座をやるためのまあ受付とか名簿の作り方とか資料を作るとか、そういうものでだんだんこう仕事量が増えてきた、ね、そういう時期ありますよね。それでこれはちょっと一人でやってると、まあ自分で資料作って受付やって全部やってたので、これちょっと回らないなと。で少しずつやっぱ大きくしたいなっていう思いもあったので、まあ、人を雇うという段階になってくるわけですね。それでまあ知り合いつてに何人か紹介していただいて、で雇い始めると、今度はお互いにフリーで契約するっていう形で、まあ、始まりやるわけですけど、そこに今度少しずつこう責任を感じるようになってきてですね、やっぱりこうファミリーになりたいというか、やっぱり同じことをやるにしてもフリー同士が一緒よりも、やっぱりこう同じ会社で同じところでなんか共に過ごしているっていう、それをもっとこう責任も含めて関わりたいと思った時に、やはり法人という一つの大きな、まあ、ターニングポイントですね。で、それで少し悩んでたんですね。やっぱり背負わなきゃいけないですし、
まあ、有名な話ですけど立ち上げるのは誰でもできると、うん、でも5年続くのは本当に一握りだと。そうですよね。それをやっぱり聞いてたので、いやちょっと自分はできるのかなと思ってたんですけど、ちょっと僕がまあ関連していたヨガスタジオの方にですね、その経営者の方にちょっと相談したんですね。ただその経営者の方が、中村さん、人生は思ってより短いですと。自分がやりたいと思うことがあったら早くやらないと多分できないですって言われたんです。それで、あ、確かにと思って、じゃあ自分は予防をやりたいと思った。で、講座をやりながら仲間も少しずつ、もうその時に予防、その時は予防理学療法研究会って言ってたんですけど、立ち上げて仲間も少しずつ増えてきた。 でもこれをしっかりともっと社会的なムーブメントにするために、個人ではできない、で、それで時間がかかる、じゃあ早い方がいい、じゃあ今だという感じで、もうそこでもうその言葉でそっかと思って法人なりしたっていうですね。あれがすごく大きなターニングポイントでしたね。先生はどうだったんですか？まあ、僕のことで言うと、まあ、一つは理学療法士として僕はすごく悩んでたんですよね。30代後半までっていうのは、まあ、すごく講演とかも呼ばれるようになったけど、実態は全然ダメだと自分で思ってたし、でその時に、まあ、悩んでたことが一番解消できたことが3つあって、で、まあ、1つは、まあ、格論的なことになっちゃうんだけど、こう、まあ、力学だけを見ていたけど、やっぱり組織を見ないといけないということが分かったことが1つ。でそれと、まあ、先生今日おっしゃってましたけど、体幹のことが分かった。でそれと力学の一番根本となる倒立振り子って私は言ってるんですけど、その一番根底となるところですね。だから先生と僕にすごい似てるの、考えが、先生が言うニュートラルって言ったりするんです。つまり答えが分かるから、それが悪いかいいかが分かるということですね。だから動作を見るにあたって、我々見るにあたってね、一番最終的なゴールは何なのか、ニュートラルでね、最終的なニュートラルっていうのが何なのかっていうことがこう分かった、でそれが自分の臨床の中では大きな飛躍につながったんですね。でそれが分かった時に、会社をやっていて、実は、この会社がやっていくこともこういうことになる、ね、つまりいろんなことを悩んでる人たちがきっといるセラピストの中で、でそういったことで、まあ、この僕の格論ではなくて、一番核となる、本当に臨床に役立つ核となることを伝えていけば、必ず評価される、会社もうまくいくと思ったことが大きなターニングポイントじゃないかなと思います。会社だっていう、こう、ものだとしても、ベースにやっぱり思いがありますよね。そうなんだよね。そうですよ。だから今回のテーマのように、やっぱり我々医療人だから、ちょっと思いが普通の会社とはちょっと違うかもしれないね、で多くのやっぱり株式会社は利益を追求することが使命だし、なんだけど、やっぱりきっと先生もそうだと思うんだけど、我々利益を追求するだけのプロジェクトだと多分嫌になっちゃう、モチベーションが上がらない、ね、上がらないんですよ、ね、だからやっぱり最終的にやっぱり医療人はたくさんの人に貢献できる、その、たくさんの人の健康にって言ったな、たくさんの人の健康に貢献できるということがやっぱり我々のモチベーションになるし、いつもいろんなターニングポイントあると思うけど、いつもそれに気づけた時に大きなターニングポイントがあるんじゃないかなというふうには思いますね、いや本当に対、まあこれ言うとちょっと大げさかもしれないですけど、対国民とか、本当に対日本人じゃないですけど、そこにこう自分の活躍を、まあ、活躍というか存在意義みたいなところかもしれないですね、その存在意義をそこで示したいし、残したいし、でそのためには個人を超えないといけないところが絶対にあって、例えばどっかの企業さんとお話をするとか仕事する上でも、個人です個人ですよりは株式会社ですっていうところってやっぱり対等に扱ってもらえるところがあるので、やっぱ対社会っていうふうに対して何かしようと思うんだったら、会社っていう形しか逆に言うとないっていう感じがありますよね。これは先生が言った言葉で、こう医療を変えようと思ったら、我々理学療法士だからね、その医療から変えるよりも一般から変える方が早いって先生がおっしゃってて、それは本当にそう思うんだよね。だから
やはり我々医療の人は技術者だからこそ、うん、目の前の患者が良くなることに集中しがち、うん、でそれ大事、一番尊い、うん、でも一人の人が目の前の人を良くするのは人数が限られてるじゃないですか。だから医療を変えるためには何をしたらいいかって、その活動をするためには会社を持ってる方がいろんな企業と組めるコラボができるよね、うん、でなおかつ一般の人を変えていくのにやっぱり会社を持っている方が多分こう大きく変えれるっていうことが言えるんじゃないかなと思って、うんうん、で今回この特集でね、中野プロフェッショナルの中に選んだ宮田先生っていう整形外科医、我々理学療法士だからと思ってたけど、うん、医者もそう考えてんだよね。世の中を変えようと思うと一回の医者が言ってもってその人が言った時にそれを感じた。だからやっぱり本当に社会を変えようと思ったら医療ももちろん変えないといけないんだけど、社会の一般も含めて、うん、変える仕組みを作ることもまた大事、うん、ということが言えるかもしれませんね、うん、いや本当そう思いますね。ちょっと意外なのかもしれないですけど、探求心っていうところですね、うん、特に、少しちょっとスライドも用意したんですけど、知っていること知らないことって言った時に、こう知らないことの方がやっぱり刺激的なんですよ。まあね、知らないということがそこにあるっていうことはもう知りたくてしょうがなくなるわけですよ。でこの知らないということが僕の中ではとてつもなく大きいんですね。でもう答えなんかもう到底自分の人生で多分ここには到達できないものだとは思うんですけど、でもそこに知らない未知のものが山ほどあることが僕にとっての探求心で、それを少しでも解明したいっていう、多分そこがエネルギーなんじゃないかなって思うんですよね。ちょっと哲学者の言葉でソクラテスとかこう持ってくるとですね、汝自身を知れとか無知の知とかってありますけど、その知らないということを知ってるっていうことが、僕もいろんな園部先生もそうですけど、いろんなこう先生方見てて本当にちょっと感じるところがあって、それはもう俺も完璧だからって人はほとんどいないんですよね。だいたいここは分かった、ここが分かんないんだよって言って、必ず分かんないんだよってことを言う先生は、なんかこう、エネルギーがあるなっていうか、僕なんかもそこにシンパシー感じちゃうんですけど、ね、ああやっぱり分かんないことに燃えてるなって。僕もそこで分かったことって逆に言うと常識になっちゃうんで、正直つまんなくなっちゃうんですよね、当たり前になっちゃうので、そこにはあんまり実はエネルギーがなくて、でも分かんないなっていうところはもうすごい知りたくてしょうがない、うん、根源的な人の欲なんじゃないですかね。なるほどね、知りたいという欲が、うん、そんなのが僕の場合だとエネルギーなのかなと思うんですけどね。なんか舞台とか映画とかもそうですけど、多分完璧な映画が撮れないから次も撮るんでしょうね。なるほどね。ああいう仕事で完璧っていうのができちゃったらもう終わっちゃうと思うんです。演技もそうだと思うんですけど、芸術もそうだし、終わりがないっていうのはやっぱり常に何かを追い求めてるっていうのがあるんですけど、それは技術者であってもやっぱりそれは絶対にあるし、どんなに頑張っても全知全能の知が神ではないわけですから、やっぱり一人でこう理解できるものって限界があると思うんですよ、でもその限界を楽しんでるというか、ね、不完全性を楽しんでると思うんですよね。なるほどね。だから上に行くことが目的じゃなくて、ずっと自分がどこまで行けるかっていうことを追い求めてる人は永遠と成長ができる、ある意味そうですね、そう思いことが言えるかもしれないですね。園部先生はいかがですか。もうエネルギッシュの塊だと思いますけどよくこれなんでそうやってずっと走り続けられるというか、そうやって言われるんですかってよく言われるんだけど、実はね、僕ね、タフじゃないの、これ本当の話。タフじゃないって言われると、って言われるんだけど、これ本当にすぐ疲れちゃうの。回復力は人よりあるかもしれないけど、でも、ずっと続けてできないタイプ。で、ね、寝ないでいられるかっていうと、それもできない。だけど起きるの早いですけどね。そう、起きるの早いです。で、寝るのも早い。寝るのも早いですね。だからそれなぜそれずっとできるかというと、一番大きいのは、それ振り返ってね、見て思ったのは、一時すごく走ってる時期があったんだよね。で、その時にマラソン大会よく出てて、で母親もそれで自分も走りたいって言うから一緒によく練習して、よく大会一緒に出てあげた。でそうすると大体簡単に会うんだよね、大会出ると一人は
で、そこで患者に女の子がこう声かけてきて、佐久間先生って声かけてきたから、あ、うちの母ですって言ったら、うちの母にね、いや私すごいずっと走れなくて悩んでたんだけど、その先生と出会えてこうやって大会出てすごい感謝してるんですって、そうやって言ってくれたの、母親にね。でそうやって言ったら母親がもうすごい嬉しそうな顔するんだよね。でその時にすごい気づいたんだよね。それは何かって言ったら、親が喜んでくれることっていうのは、まあ我が子に誇れることでもあるよね。だからこう上と下と見て、親が喜んでくれて我が子に誇れる生き方、でこれに間違いはないんじゃないかなと思ったんだよね。でそうすると、もっと先に気づきがあって、その2つの満たす生き方をしているとワクワクすることがいっぱい浮かんでくるという、だからその親が喜んでくれ、例えば事業をやるんでも、親が喜んでくれて子供に誇れるような、例えば企画、その生き方っていうことが非常にワクワクすることが多いっていうことが言えるね。だからそれが、そういうふうに自分の生き方になってから、すごいワクワクすることが多くなったし、その生き方をしていることがずっとエネルギーが続く源なんじゃないかなと。でもなんかそれはすごい根底、自分の根底にはすごくあるなと思って。便乗していいですか？僕独立したのが、長男が生まれたからってのもあるんですよ。ちょっと待って、それでしびれるんだけど俺も会社作ったら長男が生まれた。まあいいやいや、僕その時に、老人保健施設の、主任やっていて、それで、経営会議とかあるわけですよ。でそうすると数字をもうずっと見てるわけですね。でもちろんその下の者たちにももうちょっと点数取ってねとかってやったりとか、上の方からはもう少しベッドどうこうとかって言われながら加算取れるだとか言いながらこうやってるわけですよ。それで会議があったとか、今日も経営会議があったとかって言って家に帰ってきて、あんまりこう元気が正直ないですよね。でそれで、ちょうど子供ができて、で親の背中を見て育つじゃないですか。で、その時に僕がこう家に帰ってきて元気がない姿を子供たちが見て育つっていうのは、これは多分すごい不幸だろうと思ってですね。それで普通は独立して、本当に収入は減るわけですよ。何にもそれこそないところから僕スタートしましたから、収入なんかその時の本当に半分以下まで落ちましたけど、でもどうしてその時に独立しようと思ったっていうのは、一つは先ほど自分の話をしましたけど、子供にやっぱり背中を見させたいと、自分が生き生きとしてやってる姿を子供に見せて、お父ちゃんかっこいいなっていうふうになんか思ってもらえたらいいなっていうのは実はすごくあってですね。で今でももちろん仕事忙しい時とか大変な時、疲れる時もありますけども、誇れる仕事はやってますし、どっかに僕が公園に行くにしても、そのプライベートを見に行くにしても、どこに行くにしても、いつも言ってるのは、人を救ってくるからねって言っていつも出てるんですよ。今日も人を救ってくるよ、みんなお父ちゃん待ってるんだよ、その人を助けるために行ってくるよって行くんですよね。だから恥ずかしいですけど、今日もお父さん誰か助けてきてねとかって今度は送り出すみたいな、なんかそれは今幸せですし、数年間本当に大変でしたけど、なんかそれは先ほどの言葉を聞いてふーっと思い出しました。確かに子供のためっていうか、それが大きなエネルギー源になってるなってますね。あるかもしれないね。臨床がなくなったら多分もう会社やらなくなっちゃうから、臨床家であるっていうところは外すことはできない。医療人で技術者でありながら会社を持っているからこその発想として、技術者でありながら技術をなくそうとするよ。その先生に会いたいがために次男が生まれて1週間でオーストラリアに3ヶ月行ったんですよ。今行かないと僕が崩壊するから。